イーサム・ジェンテックのランブルと申します。今回はこういう場合にお呼びいただきまして、どうもありがとうございます。イーサム・ジェンテックは、熱電発電でですね、SDGs に対応する社会の構築を目指すスタートアップでございます。まず会社の概要についてご説明いたします。本社はですね、京都のアセットイーツというところにあります。で、開発拠点をですね、大阪大学と京大の近くの、ベンチャープラザ、京大桂ベンチャープラザの2カ所にも持っております。で、阪大の方はですね、システムの開発の拠点で、桂の方、京大の桂の方はプロセス開発の拠点になっております。で、今現在20名ぐらいのメンバーでやっております。で、アセットイーツの関係は後でちょっと次にご説明いたします。で、実は京都市のベンチャー目利き委員会というのがございまして、2年ほど前に A ランク企業に認定されました。で、これに認定されますとですね、家賃が補助されるということで、桂の方に今年から新たな拠点を設けました。で、イーサムジェックの遠隔でございますが、まずアセットイースという私のこれ100%個人会社なんですけども、こちらでですね、いろんなコア技術を持ったですね、新しい事業を作るという活動をオープンイノベーションの取り組みでやっております。で、ベンチャーを作るだけならですね、これ1週間ぐらいでできるんですけども、作っていろんな方から出資していただいてですね、すぐ潰れてしまったら、これ非常にご迷惑かけますし、僕も不本意なのでですね、基本的にアセットイーツのビジネスモデルとしてですね、これで少なくともやってる仲間たちがですね、これで勝負できると、事業としてやっていけると、そういうふうに確信をできた段階、持ってた段階でみんなでベンチャーを作ると、そういうビジネスモデルでやっております。で、このイーサムジェンテックというのは、後で述べますが、我々のオリジナルの技術であるコア技術の特許がですね、基本特許が成立したと、それで勝負できるというふうに思いましてですね、みんなでベンチャーを作ったと、そういう会社でございます。で、事業の内容でございますが、ご存知のようにですね、今世の中には非常に莫大な排熱が出ております。で、特にですね、その75%以上がですね、300°C 以下の低温排熱だと言われております。高温の場合はですね、比較的水蒸気でですね、タービン回してほとんどパーフェクトに回収されているそうで、関西電力の方なんかに言われると、もういらんのだと、そんなところですね。だけど一番問題になっているのは、300°C 以下だとですね、エネルギーが少なくなっちゃって、タービンが回らないもんですから、みんな捨てちゃってると、ここを何とかしたいんだと、こういうニーズが非常に高くございます。で、そういうところを少しでも電気に変換することによって、先ほど申しましたように、SDGs の達成に貢献していきたい。これが私どもの願いでございます。で、下に図にありますように、その主な用途はですね、IoT、実は最近注目されてますが、IoT 用の自立電源ですね、これはエナジーハーベスティングによって、乾電池を使わなく、変えなくてもですね、勝手に発電してくれる、そういう電源が IoT の切り札だと言われてますが、そういうところと、もちろん、もともとの省エネですね、そういうところのマーケットが中心だと思っております。で、そういう低温排熱ですが、世の中には非常にたくさんございます。で、これに関してはですね、今までも随分いろんな、それこそもう本当に数え切れない企業がですね、いろんなチャレンジを、この排熱を何とかしようということでチャレンジをしてきてこられました。熱電発電でですね、やろうとしてこられましたが、残念ながらですね、ほとんど、すべてと言っていいくらいですが、実用化になっておりません。で、それはなぜかというとですね、端的にコストパフォーマンスがですね、世の中のニーズに合ってなかったということだと思います。で、これに対してですね、我々の後で述べます、次に述べますコア技術はですね、初めて実現可能なコスト性能と信頼性をですね、実現しそうな、そういう技術だということで、非常に注目を集めております。で、おかげさまでですね、現在120社を超える企業からお問い合わせをいただきました。ただですね、先ほど申しましたように、我々の企業はわずか20名ですのでですね、皆さんおっしゃるんですけど、サンプルくれないかとおっしゃるんですが、20名でサンプル出すだけでも大変なんですけど、この熱電発電という事業はですね、単にサンプル出しただけでできる事業じゃないもんですから、どうしても一緒になってですね、システム開発からやっていかないとできない、実用化できない事業だと思いますので、これは私どもはお金がないということも含めてですね、皆さんにお願いして、そういうお願いしているのはですね、お金を出していただける、つまり共同開発をやっていただける、どんな形でもいいんですが、自宅開発でもいいんですが、お金を出していただけるところを優先的に取り組ませてくださいと。決してみんなと
拒絶するわけじゃないんですが、まずそういうところを優先的にやらせてくださいということでお願いしましてですね、それでも現在十数社とですね、共同開発をやっております。で、その分野は大体 IoT が半分ですね、それから省エネが半分くらいになっております。で、当社の固有技術でございますが、この図にありますようにですね、フレキシブルな熱電発電モジュールでございます。で、これ非常に薄いポリイミドのところにですね、既存の、つまりもう実用化されている実績のあるですね、ビスマステルというものをチップにしてですね、それを高速高密度実装していると、そういう構造のものでございます。で、したがって非常に低コストであると。で、従来のものはこの下に書いてあるので、セラミック基板なんですけども、これは曲がらなくて、しかも高いということですね。で、それに対して、大体熱源というのは大体パイプとかですね、曲面を持ったところから出てくるものが多いんですけども、そういうところにですね、まあ、サンパスあるみたいにですね、非常に密着性よく装着できると、そういうことから非常に効率も良くなるということで、高性能でかつ低コストだということで、先ほど申しましたように、初めて熱電がですね、実用になるというふうなことで、非常に皆さんから注目をいただいております。で、またもう一つは、これがですね、半導体技術をほとんどベースにしているということで、特に新しい、もちろんこれに特化したいろんなジムとか、いろんな量産のためのいろんなジムが必要なんですけども、それ以外にですね、基本的なところはほとんど半導体技術を使えるということから、非常に信頼性とかですね、低コストが可能である、そういう特徴もございます。で、これが効率を示した図です。で、横軸がですね、高温の温度ですね。で、これは低温側を20度としてます。で、20度にしてますのでですね、これ見ていただいたら分かると思うんですが、200度ぐらいで 10% の効率が得られます。で、太陽光発電は 15% ぐらいと言われてますけども、実際は稼働率が、ね、6分の1ぐらいですから、それ換算しますと 3% ぐらいですから、まあ、熱電発電というのが、なかなか有望なですね、省エネの手段であるということがお分かりいただけるかと思います。で、我々はですね、まず M1 シリーズ、M2 シリーズ、この2つのモジュールを開発してきました。で、150度耐熱と250度耐熱です。で、まず150度耐熱は信頼性上に大きな問題がないんで、まあ、比較的実用化が早いというふうなことで、実はこれは今年にですね、IoT 用の自立電源で実用化します。それから250度耐熱に関しては来年度に実用化する予定でございます。今年にもほど完成するんですが、来年から実用化する予定でございます。で、ただモジュールとして一時売るということよりもですね、我々としてはこの自立電源に組んでですね、売っていこうということで、この下に書いてありますように、まず最初はですね、数が少ないけども付加価値、高い付加価値を認めてもらえそうな IoT 用の自立電源、これから実用化していきます。これは今年からやろうとしております。それから2番目は省エネ用なんですけども、これはキロワットクラスのですね、まあ、これは共同開発を今やっておりますが、非常に今、もう一生懸命やっております。もう2、3年後にですね、実用化できそうな目処が立っておりましてですね、これも、まあ、次にやっていく。で、3番目の電子冷却はですね、これはすでにもう実用化、今ワールドワイドで700くらいのマーケットがあるんですが、これはもうすでに 今までですね、熱電装置をやっておられるところが実用化されておりますので、ただ我々のモジュールはですね、多分こういう用途に使っても非常に特徴があると思っておりまして、それはこういう我々は装置は外部から供給して買っておりますので、そういうところにお話をしてですね、電子冷却システムに関しては我々は OEM にメーカーに徹しますと、モジュールを提供しますと、でだからウィンウィンでやりましょうと、そういうご提案をさせていただいています。で、最後にウェアブルですけど、これは今年からやり始めたんですが、今までずっとフィズビースタでやってきてですね、画期的なウェアブルデバイスができそう、熱電モジュールができそうなんでですね、これも今今年から本格的な開発を今始めているところでございます。で、これがですね、IoT 用の実用化する自立電源でございます。で、いろんなパイプのところにですね、貼って実用化しています。で、これは10ミリワットと今までのね、こう自立電源、熱電発電を使った自立電源でいろんなメーカー、外国メーカーが中心ですけども、いろんなメーカーから出てるんですけども、せいぜい高々1ミリワットぐらいがせいぜいなんですが、我々の10ミリワット、機種によっては180ミリワットも出るものも実は某メーカーと今共同開発しているんですが、とりあえずまず10ミリワットのやつをですね、事業化していこうということで考えております。で、この右にある黒いのがですね、放熱瓶で、これも我々の特許でございます。で、パイプにこういうふうにして巻きつけましてですね、10ミリワットの指定が、これが使えますので、 IoT の複数のセンサーとかですね、
データロガーであるとか無線モジュールとかですね、それをかなりまとめてですね、それに電源を供給できるということで、まあ、極めて競争力の高いですね、自立電源システムが可能だということで、今現在一緒に売っていただこういただけるお客様、協力会社さんとかですね、だからセンサーメーカーさん、通信メーカーさんと今いろいろ相談、マーケティングの相談をしておりましてですね、下期から本格的に販売を開始していこうと、そんなことを今やっておるところでございます。で、まあ、以上なんですが、これは最後にですね、私どもの実績と、助成金の実績と、先ほど申しました基本特許を示しております。もちろん特許に関してはですね、今いろんなメーカーさんとシステム開発を一緒にやっておりますが、そういう中でいろんな周辺特許が生まれております。でそれは順次特許出願をしておりますので、ですけどもそれは、まあ、まだここには載ってませんでした。まあ、大体こういうところでございます。以上なんですが、よろしいでしょうか。はい、